第44回関東高等学校アメリカンフットボール大会、埼玉栄高等学校対日本大学鶴ヶ丘高等学校の試合、フットボール TV でお送りしてまいります。本日の実況担当は関東学生アメリカンフットボール連盟放送委員長の松川達也でございます。手前側のベンチ、黒のジャージが埼玉栄高校、 SI 地区の2位として関東大会出場しております。対します白のジャージは日本大学鶴ヶ丘高校、東京都3位代表という形での出場となっております。フィールド中央、両チームの勝負勝負呼ばれまして、試合開始前のセレモニーが行われているところ、手前側黒のジャージ埼玉栄高校、34番の北川、56番島田が出ています。対します日大鶴ヶ丘高校からは1番吉田、28番近藤、そして52番鈴木、最後85番浅妻と出ております。コイントスの結果、埼玉栄高校レシーブ、日本大学鶴ヶ丘高校キックオフで試合が開始されます。日本大学鶴ヶ丘高校、左画面向かって左側の陣地取りました。第44回関東高等学校アメリカンフットボール大会1回戦、まもなく試合開始です。画面左側、日大鶴ヶ丘のキックオフで試合が開始されます。曇り空、今日の雨のバイタルフィールド、風はさほど強くありません。やや右から左方向で吹いているでしょうか。日本大学鶴ヶ丘高校キックオフ、さあエンドゾーンの中からリターンに入ります。10ヤードの手前、16ヤード付近で倒されました。リターナー、埼玉栄高校80番正木君、キックオフを行いましたのは日本大学日大鶴ヶ丘85番浅妻でした。さあ自陣16ヤードから埼玉栄最初の攻撃、ファーストアンテン、アイフォーメーションに構えます。クォーターバックは5番の蓮見、スナップ受けてハンドオフ、まずはランニングバック21番富澤にボールを持たせました。3ヤードほど進みまして第2ダウン、次の攻撃ファーストアンまで残り7ヤードとなります。
埼玉栄高校オフェンスラインは76番の伊藤、69番川野、53番島崎、56番島田、そして58番鳥籔と入っています。クォーターバックは5番の蓮見、ランニングバック20番富澤、34番北川、タイトエンド87番の高野、ワイドレシーバーに80番正木、81番林と入っています。さあセカンドはパスだ、パスを通した、パス成功です。パスキャッチ、80番正木へのパスを通してこれでファーストダウン獲得。埼玉栄高校自陣41ヤードまでボールを進めました。ファーストダウン10です。対します白のジャージ日大鶴ヶ丘、ディフェンスのスターティングメンバーをご紹介していきましょう。ディフェンスラインに54番安野、52番鈴木、68番千島、そして14番の山下、ラインバッカーに31番小島、60番田原、56番の安藤。さあここ埼玉栄ファーストダウン、まずはランプレーが、33番のランニングバック高橋にボールを持たせて6ヤードほどゲインしてきました。さあ日大鶴ヶ丘ディフェンスの先には続けます。ディフェンスバックに88番宮川、18番の佐藤、85番浅妻、そして28番近藤と入っています。さあ埼玉栄セカンドダウン4、 I フォーメーションテールバックに戻せます。ハンドオフしたところ割ってきました。西大鶴ヶ丘60番ディフェンスラインのラインバッカー田原が捕まえています。少し下がって第3弾、ファーストダウンまで残り5ヤード。右レシーバー2人、アイフォーメーション。さあ埼玉栄のサーダン5、ドロー気味に持たせましたが、これは右開くかわして前出れるか。21番富澤右サイドへ開きましたが、ただこれはゲインにはなりません。日大鶴ヶ丘のディフェンスライン割ってきました。ロスに仕留めています。少し下がって第4ダウン、ファーストダウンまでは6ヤードあります。埼玉栄ギャンブルに行きます。アイフォーメーション左レシーバー2人、ファーストダウンまでは6ヤード、ハンドオフ真ん中持たせますが、これは捕まる、割って入った日大鶴ヶ丘56番のラインバッカーの安藤のタックル。ファーストダウン獲得ならず、攻撃権は日大鶴ヶ丘へ移ります。日大鶴ヶ丘敵陣の47ヤードからの攻撃開始、ファーストダウン10となります。日大鶴ヶ丘レシーバーサイドに2人ずつショットガンフォーメーション、スナップ受けて石破探す、パスを通した。クォーターバック1番吉田からワイドレシーバー85番浅妻へのパスを通しました。これでファーストダウン、ボールは敵陣の35ヤード日大鶴ヶ丘ファーストダウン10。ちょっとサップ高かった、右へロールアウトしてパスを通した、かわして前へ出る、これもファーストダウン獲得。クォーターバック1番吉田からワイドレシーバー85番浅妻へ再びパス通しまして、これでファーストダウンです。さあ日大鶴ヶ丘高校オフェンスのスターティングメンバーをご紹介していきましょう。オフェンスラインが52番の鈴木、68番の千島、63番小泉、54番安野、そして60番の田原、クォーターバックは1番の吉田、ランニングバックに33番三永、ワイドレシーバー85番してワイドレシーバーに18番佐藤、17番本沢と入ります。さあボール貸して石破探す、吉田がパスを空いている、ランニングバックで取った、そして前は空いている、
そのままエンドゾーンへタッチダウン、23ヤードタッチダウンパスになります。クォーターバック1番吉田追われてかわしてランニングバック22番西川がフリーになっていました。22ヤードのタッチダウンパスを通します。日本大学鶴岡高校が先制しています。さあそしてトライフォーポイント日大鶴岡85番浅妻が狙います。キックを蹴って成功です。トライフォーポイントのキックも成功。日大鶴岡吉田から西川へのタッチアンパス、トライフォーポイントのキックも決めまして7点を先制しています。関東高等学校アメリカンフットボール大会1回戦埼玉栄大西大鶴岡、西大鶴岡が先制しています。得点しました日大鶴ヶ丘のキックオフで試合が再開されます。キッカー85番浅妻のキックオフ、高く蹴り上げたボール5ヤード付近板に入ります。左サイド開いて上がれるか、30ヤード超えてきた、35ヤード40ヤードの手前までナイスリターンになりました。埼玉栄21番富澤のリターン、攻撃権埼玉栄、2回目の攻撃は自陣の40ヤード地点からとなります。さあ埼玉栄のファースト3点、フルバックが近くに構えるアイフォーメーション、テールバックに戻せます。ランニングバック21番富澤にボールをハンドオフ、6ヤードぐらいゲインしてきました。埼玉栄第2弾ファースタンまで残り4ヤード、アイフォーメーションからハンドオフ、富澤のランプレーが3ヤードほどゲイン。ここで第1クォーター5分が経過、ウォータータイムアウトが取られています。関東高等学校アメリカンフットボール大会埼玉栄対日大鶴ヶ丘、フットボール TV でお送りしています。ウォータータイムアウト明けまして試合が再開されます。埼玉栄高校自陣49ヤード地点の第3打、ファーストダウンまで残り1ヤード、テールバックに持たせます。真ん中押し込んでファーストダウンは取っています。敵陣入って埼玉栄高校ファーストダウン獲得、21番富澤のランプレーでした。ボールは敵陣48ヤード埼玉栄高校ファーストダウン、左レシーバー2人、テールバックに戻せます。ランニングバック17番池田にボールを持たせましたが、これはさほどの原因はありません。1ヤード出たかどうか、第2ダウンに変わります。埼玉栄
ターズタンまで9ヤード。ハンドオフ真ん中、このさほどの原因にはなりません。さあサーダン残り7ヤードと変わりまして、サードダウンはワンバック、レシーバーサイに2人ずつ。さあパスの構え、かわして投げたパスはこれは不成功、ただファールマーカーは出ません。クォーターバック蓮見で投げたパスオーバースロー、反則は出ませんでした。次の攻撃第4ダウンに変わります。さあ埼玉栄、ここもギャンブルの構えです。フォースターン残り7ヤード、テールバックに持たせて、しかしこれはほぼノーゲイン。第4ダウンギャンブルを試みましたが埼玉栄高校、これはファーストダウン獲得ならず、攻撃権は日大鶴ヶ丘へ移ります。自陣45ヤード地点から日大鶴ヶ丘のファーストダウン点、2回目の攻撃シリーズです。左にレシーバーを3人置きました。ショットガンフォーメーション、パスを右奥、よく取った、そのまま上がる、かわしてもうエンドゾーンまでまっすぐ、タッチダウンです。クォーターバック1番吉田からのパスをキャッチ、18番ワイドレシーバー佐藤、そのままエンドゾーンにボールを持ち込みました。55ヤードタッチダウンパス。日大鶴ヶ丘タッチダウンによります6点を追加、トライ4ポイントを行います。85番浅妻がキック狙います。キックを蹴って成功です。トライ4ポイントのキックも成功、日大鶴ヶ丘合計得点14点としました。吉田から佐藤へのタッチダウンパス、浅妻のキックも決めています。埼玉栄大日大鶴ヶ丘フットボール TV でお送りしております。しました日大鶴ヶ丘のキックオフで試合が再開されます。キッカー85番浅妻のキックオフ、低い弾道左のサイドライン際、エンドゾーン入ってからサイドラインを割っています。これはタッチバック。埼玉栄のキックオフ、埼玉栄の次の攻撃、自身の25ヤード地点からとなります。埼玉栄高校ファースト安定、
Iフォーメーションに構えました。左にタイトエンドとレシーバー1人、ハンドオフ、真ん中、これは日大鶴ヶ丘が捕まえています。日大鶴ヶ丘52番鈴木のタックル、埼玉栄の21番富澤のランプレー止めています。このプレー1ヤードのゲインで次の攻撃は第2弾。ハンドオフをフェイクしてパスの構え、蓮見がパスを通した、そこから縦に上がる、9に入って40ヤード30ヤード、レシーバーディフェンス振り切れるか、そのままエンドゾーン行きます、タッチダウン、埼玉栄パスキャッチ、49番はワイドレシーバーの笹井、74ヤードのタッチダウンパスになりました。クォーターバック番蓮見からワイドレシーバー49番笹井へのタッチダウンパス、さあそして埼玉栄トライ4ポイントに移ります。キックの構え49番武井が構えます。トライ4ポイント、キックを蹴って成功です。埼玉栄7点返しました。タッチダウン、クォーターバック蓮見からワイドレシーバー笹井へのタッチダウンパス、武井のキックも決まって7点返しています。得点7対14、日大鶴ヶ丘のリード7点と変わります。得点しました埼玉栄のキックオフで試合が再開されます。40番武井のキックオフ、5ヤード付近、ちょっとボールが手につかなかった。85番浅妻がリターンに入ります。前には上がれません。5ヤード付近捕まったところでプレー終了。日大鶴ヶ丘自陣7ヤード地点からの攻撃開始となりました。クォーターバック1番吉田が構えます。レシーバーは左に2人、右サイド1人のレシーバーにパス通した、パス成功です。パスキャッチ28番ワイドレシーバーの近藤、8ヤードほどゲインしています。日大鶴ヶ丘第2弾、ファーストダウンまで残り2ヤード、左にレシーバー3人持ってきました。右はタイトエンド1人、その左サイドをロールして自分で行くか、パスをキャッチはしましたが、ただどうでしょう。吉田からワイドレシーバー近藤へのパスなんですが、今レフェリーが集まってプレーの確認をしています。
パス不成功という形になります。パスをキャッチしましたワイドレシーバー近藤君、1回サイドラインに出ていました。自分からサイドラインに出た選手はフィールドの中に戻ってもプレーをすることはできません。キャッチも無効となります。日大鶴ヶ丘元の地点からの第3ダウン残り3ヤードということに変わります。右にレシーバー2人、ファーストまで3ヤード。日大鶴ヶ丘パスを通した。18番佐藤君パスキャッチ、これでファーストダウン獲得しています。クォーターバック1番吉田からのパスをキャッチ、日本大学鶴ヶ丘ファーストダウン獲得しました。自陣22ヤード地点ファーストダウン点。プレッシャーかけに来るがパス通して右サイド、パスキャッチワイドレシーバー18番の佐藤、8ヤードほど減しています。ここで長い笛が鳴りまして第1クォーターが終了です。第44回関東高等学校アメリカンフットボール大会1回戦、埼玉栄対日大鶴ヶ丘、第1クォーター終わりまして7対14、日大鶴ヶ丘がリードしております。